誰だね。ボルクに玉出ししている彼は。国光手塚、プロになるために日本から来たそうです。おお、日本人か。国光、コートに入る。はい。ぼんやりと試合に入るな。集中しろ。はい。何？今のは？まさかボールに超回転をかけ無理やりアウトに。そうだ、クリミツ。試合序盤こそ相手を恫喝するがごとく攻撃し優位に立て。はい。違う。グリップと肘の形を考えろ。はい。攻めが淡白だ。常に考えろ。相手の思考を上回れ。はい。攻めきれなかった時の落胆を引きずるな。忘れるのも技術だ。はい。ありがとうございました。足腰の鍛錬が甘い。だから後半のショットがブレる。坂道ダッシュ300本だ。はい。ボルク会長、契約更新の件ですか。それもあるが、どうだろう。我がジークムント製薬にクリミスとプロ契約を結ばせてもらいたい。彼にはトップクラスとの経験が絶対的に不足している。今プロになってもボロが出るだろう。しかしボルク、彼は間違いなく逸材だ。その話はクリミツがもうワンランク成長してからです。我々と共にアンダーセブンティーンワールドカップを制した後で。